日。お、あ、ピロピロ、ペロ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 出た。どうも。天下の宝刀。天下の宝刀。ペロペロ出た。元気ちゃんペロペロ出ました。わっしょい。始まりました。久しぶりですよ。久しぶりの。久しぶりの。元気ちゃんです。よいしょ。久しぶり。カンペリカンペリ。カンペリちゃん、わっしょい。ニコナイス。ニコナイススタート。今見たらどうじゃ、なんなん、はい、なんでもアミちゃん、アミさんすっぴんの日だそうです、ありがとうございます。部活通ってる子みたいな、お疲れです。怖い怖い怖い、お疲れです。女子の柔道部じゃん。そう女子柔道部が何、大丈夫、大丈夫、大丈夫なの、うん、高少女みたいな。違うよ、私高梨さんに出るって言われるんだけど。高梨さん、怒られる、怒られる、怒られる、もうそれはごめんなさい、言われるんだけど。高梨さんってあの飛ぶ人だよ、スキージャンプの人、へえ、似てるって言われるんだけど、めっちゃ金メダル、そう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 、そうなんだ、そうでしょ、金メダルとか金メダル取っちゃうね、確か。え、今回は銅メダルなかったっけ、ピョンちゃんは銅メダル、どうだったっけ、ピョンちゃん銅メダル、おめでとう、金メダル取ったんだ、それで金髪にしたんじゃないの、いやいやいや、赤ちゃんみたいな、そういうことだ、赤ちゃんじゃん、恥ずかしくない、いきなり赤ちゃんみたいな、ハゲてない、そう、ハゲてない、まあまあ痩せたのもあるんですけど、まあ痩せましたね、うん、痩せたね、まだ食べれないの、今日、食べれますよ、ちょっと太りましたよ、ほんと、はい、喋れないんで、ただ流動食じゃないんだ、うん、大丈夫です、ウィダインゼリー、え、そんな時があったの、いや、薬がをいっぱい飲みすぎて胃がやられちゃってもう戻しちゃうっていう時期があって痩せたんですよ、うん、それは時期過ぎたんで悟空ってどういうことだ、悟空、今日なんかいいっすね、シュッていう感じ、うん、うん、いい感じ、悟空ってあれね、でもね、その中国、孫悟空って孫悟空は中国ですよ、なんで西遊記、うん、いや中国だっけ、うん、あのねすごいよ、その中、これね、でもバカにするわけじゃないけど、あのさ中国って俺なんかスノボ行った時も言われて、その行った人がなんか西遊記に似てるよっつって、うん、西遊記を調べたの、うん、なんか最近の西遊記があるらしくて、うん、で調べたらもう最近どころかもう何十個って出てきた西遊記が、映画が、はいはい、中国のもう100本ぐらいね、うん、どんだけ擦るのっていうさ、うん、その西遊記をやることないのって、日本でも、ね、別に桃太郎そんな擦らないじゃん、あ、まあまあね、うん、いや、まあ桃太郎、桃太郎で、あ、なんかアニメすらないでしょ、うん、そんな擦らないじゃん、映画にもなんないじゃん、うん、実写版とかもあんまり見たことはない、中国かどっかわかんないけど、孫悟空擦りすぎ、めちゃめちゃ何十本も出てんの、いや、そんなにいじるっていうか、そんな擦る、じゃあせっかくなんかあれやることないの、このメンバーでも西遊記できそうっていうんで、わしらで日本版西遊記擦りますか、さらに、あれ御曹司、うん、御曹司じゃねえや、御曹司じゃないよ、三蔵法師、あ、三蔵法師、御曹司ってお金持ちですよ、全然違うやん、金持ち、金持ち、三蔵法師って あれでも三蔵法師女の子なんだっけ、女性です、そうそう、私に、あ、じゃあ自分じゃん、うん、いやえ、ダメ、帽子がだってほら三蔵法師キャラじゃないの、でしかもほら髪型もほら帽子が交換できるからね、
あ、元気さんか。うん。でスティ著作会。いやそれもうただのカンドリシノブじゃん。いやそれカンドリシノブ。カンドリシノブじゃん。どんどん悪口になってきょうで。いやそれも悪口じゃん。ああそうか。それはカンドリさんの悪口じゃん。あ、著作会。著作会。ヨシイが書いてる。私が著作会だって。ハゲてないよ。ハゲてないんだよ俺は。本当。本当じゃないけど。ハゲとるやないかい。ハゲてない。まあちょうど4人なんだっけあれ。4人。カッパみたいなやつと。うん。あーなるほど、カッパみたいなやつでか、カッパでしょ。カッパでしたっけ、もろカッパだよ。カッパと豚と猿でしょ。もうと人間か。だから桃太郎とちょっと似てるじゃん。あー生地とか。でも日本ってもっとやることあるっつったらあれだけどさ。カッパがいいっすわ。うん、カッパっぽいし。カッパっぽいかな。そうっすか。あ、まあでも顔は爬虫類顔だからね。うん、爬虫類顔だね。確かに。だからデブがいないから著作家役が難しいって。いや私だって言われてますよ著作家が、うん、逆にそれ可愛いかもしれない、うん、ね、逆に著作家を女の子にするっていうのは新しいかもしれない。その何十本とある中国の西遊記でもないと思う。やっぱ新しいんだ、うん、あいつらって言ったらあれだけど考え単純だからさ。めちゃめちゃ西遊記の話こそすげえ出てきたんだ。確かに出る、確かに出るけど、めっちゃ出てきて、もうどれがどれだか分かんない。いや、うん、こんなこすってんのと思う、うん、何そんな暇なのって思うよ。日本でもそんな桃太郎いじらないよ。ああ、ね、もっと物語いっぱいあるじゃん。いや、あるある、うん、だサルカニ合戦とかね。映画だよ、映画最有機で何十本も出るってどんだけこすってんのって思う、うん。やることあるだろ、もっと。確かに映画でしょ。何やってんのと。なんかもっと最…あ、やべえ、バレた。調べたのが佐護城じゃないですかね。あー佐護城。あ、やべえ、もう出てる最初に。うわ、バレたバレた、恥ずかしい。カッパちゃんね。あ、英雄がまあ…こすってるぐらい。あー、日本でそうか、実写やってんの。あ、でも、なんかね…でも、桃ちゃんも出てます。そう、なんか桃太郎のすげえ…かっこいい CM あるんでしょ。なんか誰かに見せられた。小栗旬かな。え、小栗旬がなんかコカ・コーラの CM かなんかで。あ、コカ・コーラかな。なんか西遊記やるんですけど。あ、違う違う違う、あ、西遊記じゃない、桃太郎やるんですけど、うん、なんか気に入らないのが一個あって、その動物で行くじゃないですか、うん、で、動物がちょっと人間っぽくなってるんですよ、うん、なのに馬に乗っていくっていう、動物が動物に乗っていってて、うん、動物増えちゃってるよっていう。あ、馬が1個増えてるってこと。馬が、馬4頭いて、うん、動物たちが馬に乗って種子島に行くんですよ。もうちょっと設定考えた方がいいんじゃない。それかな。でも それかっこいい感じに。え、なんか、キジが踊り子のやつ、キジが踊り子だったかな。でもなんか、ね、何パターンかあったんで、外人のやつだと、うん、外人のやつ、そう、桃太郎で、うん、犬が、なんか犬に育てられた人間。あ、もう全然わかんない。あ、多分全然違うわ。違うやつですね。なんかね、めちゃめちゃかっこいい海外の CM だと思う。へぇー、割と最近ですか。まあ、最近かどうかわかんない。最近見せられたっていうだけで、それが最近のなのかわかんないけど、それかっこいいよ。桃太郎もこすられとる説。桃太郎もだって芸人もめっちゃこするからね。ああ、はいはいはい。ああ、そうかそうか。桃太郎こする。紙芝居みたいな。めちゃめちゃこするやん。もういいよって思う。曲作ってる人とか。逆にじゃあランちゃんこすりたいことは、なんでこれ風化さすの、これこすりたいんだけど俺っていうような。それはもうオウムでしょ。やったやったぜ。オウムはこすりたいよ。押し入れから出たい。押し入れから発見されて。いや超ウケるよあれさ。いやマジでウケる。いやこれさ、最後発見された時知ってる。あんだけ散々逃げ回ってね、めちゃめちゃ逃げ回ってた。まあ深くは言わない、競争的な人が。めちゃめちゃ逃げ回って、もう散々もう金突き込んで逃げ回って、最後押し入れの奥に隠れてさ、開けられて、お前何々か、うんって答えた。あぐらかいっとったんじゃないかあれ。空飛ぶみたいな。うんじゃないでしょ。いやいやいや違うよって言いなよ、そこは逃げたんだからさ。なんとか何原
お前何やらないのって聞いたんって近づいてきたそうですって言っちゃったそうですって、そこ否定しろよそんだけ逃げてさ、しかも押し入れのそのあれで上のこの細いとこで、あうどんとか入れるとこじゃなく上にね、一番上の使い用とかあんま分からないと、横にこう、もう顔をほっけその手が女の子つけながら、いやもうこう地べた床にね、地べたこうやってもう挟まってる状態でそんな狭いとこ入る、狭いじゃん、しかもなんなら人よりちょっと太ってんの、人より太ってんの、人です、こう挟まってそうですいやもうギャグでしょ、うん、それはじゃあぜひランちゃんのネタピンネタとしてちょっとこすってもらいましょう、こすりたいよ、うん、本当ね、はいどうも今日も第7サティアンから来ましたやばいやばい、もう分かる人いんのかなそれは、うん、で、あそっかもう、あでもそうだね、うん、結構ドキドキし、被害者が多いからこすっちゃいけない、ね、こんな笑っちゃいけないか、ね、笑っちゃいけない、あなたぐらいですよ許されるの本当に、うん、ダメだった今ちょっと、ね、本当ですよ、悲しい事件だから、あんまいやただその様をね思い浮かべたら面白いなっていう、そうですね、その発見された時の、なんかいろいろ聞くとすげえ面白いよね、その洗脳というか、あなんか面白いですね、俺もなんか前調べよったら、なんか男性と女性がずっと裸でそのなんかまぐわう、それをなんかすごいなんて言うんだっけ、あの聖なるものだとして、ポリネシアンセックス、それってスローセックスでしょ、あそう違くてか、こっちも知らないよ何のそのなんか何の会話それ、儀式で男女が夜なんかそのなんつうのスローセックス、スローセポリネシアン、よしそれ行くの我慢してるだけやん、だ3日とか1週間ぐらいかけてやるんだよね、あれえボリネシアンはそうだよ、うん、なんか何のかよ、初日はなんかこうあの触るだけ、そう局部とかは触ってはいけないみたいな、これ初日、そう2日目になるとこう感じ、3日目になると中、徐々にこうお互いを高め合っていくっていう、あだいぶ溜まって溜まっため打ちするってこと、そう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 、なかなか行かせてくれない、まあ、どんだけ暇なんだよみたいな感じはしますけどね、大事でしょ愛は、いやそうですけど、ね、まあ、たまりたまりそうだよね、うん、うん、なんか一人で擦るかもしれないですね、できる、擦るといえばできる率が上がりそうだよねできる率が濃くなりそう、確かに、あまあまあまあ溜めて溜めて溜めて、一回でどうにか当てようっていうことなのかな、当てる、当てるというかもうそのできる日に合わせるんじゃなくて、 そういう感じではないんだ、なんかお互いがただマンネリ化防止、このうん、えマンネリ、その散々やり倒したカップルがそれやるならわかるけどね、うん、最初からそれを強いられるんじゃなくて、うん、ただ焦らされてるだけにしか思えんな、それ最初からそれだと、ああ、うん、ああってまあ日本で言ったらアダム徳永ってことでしょ、あのわしにフランでほしいアダム徳永でしょ、アダム徳永でしょ誰それ、アダム徳永がポリネシアンセックスを日本でスローセックスっていう名前として本を出したり DVD を出したり、研修っていうかそういうお金を払ってスローセックスとかフェザータッチとかをこう教えるっていう人がいたんですよ、10年くらい前に、何を読んでんだよ、だから高校生の頃そういう趣味だったんで、高校生で、はい俺今知ったよ、だって高校生ってそんなの読んでましたね、あと山本直樹、テレツすぎるやろ、山本直樹って漫画家のアナル系の漫画、アナル系、はい、もう言った、高校生ごめんなさい、その3文字言う高校生で、ああ読んでましたね、そしたら弟も同じの持ってて、お父さんも、どっちがいいや、お父さんも同じの持ってた、お父さんもみんな持ってた、みんな持ってるもんなの、そういうの、アナル本、うちの家系はね、ちょっと俺もアナル本、うちの家系は持ってたアナル一家、ぜひその家族こすりたい、ね、アナル一家なんだね、アナル一家って何ですか、喫水なんだね、喫水、喫水のアナリストみたいなのみんなの家族の話こすろうって書いてあります、うん、いやいや、ここもう最上級今行っちゃったから、うんうん、もうみんなそれぐらいアナル一家にかなわないじゃんだってまあ一応ですけど、僕のあの親の話したら、うちの母ちゃんあの金曜ロードショー間違えて
シックスセンスのことシックスナインって言ったぐらいですよ。今日の金曜ロードショーシックスナインなんだ。それシーンとなったの。でもうシーンとなったんですよ。わしもえってなる。お母さんも言って気づくじゃん。言って気づいた瞬間、母ちゃんがわしにブチキを使い始めるっていう。ご飯おかわりする？お茶まだ飲む？とか言い出す。それはすごい、ね。うん、それはめちゃめちゃすぐごちそうさまして部屋に戻った。ご飯中だったんです、ね。ご飯中、うん。それは気まずいわ。で兄弟いるんですか。いや兄ちゃんがおって、でも兄ちゃん塾で、父ちゃんも仕事中で、でわしと母ちゃん2人の時で誘われてんのかなと思いました、母ちゃんに。お前はついに母ちゃんとそういうことするのかな。お母さん気づいたのかな。お母さん気づいたのかな。いや気づいたでしょ。だってそのあからさまにそれ言った後に、あのご飯おかわりする、お茶飲む、大丈夫、おかわりは、ああ、あとはなんか焼くみたいな、こういきなり気を使い始めて、せかせか、なんかちょっと可愛いな、焦り出す、可愛いですね。それ見た時はちょっと抱こうかなと思いました、ね。可愛い。はい。まあでもちゃんとね、両親に営みが日々あったってことですね。そう、まあ、分かんないけどね。結構なんか親同士もそういうの話してましたよ。なんかそういうの。父ちゃんと母ちゃん横になったら、なんか今日3人目作ろっかみたいな話とかしてました。オープンなの。そう、オープンです、全然オープン。彼女が家来た時も、なんか母ちゃん買い物行く時も、ああ自分の、はい、彼女が家来とった時にも、じゃあ母ちゃん買い物行ってくるけど、あんた子供なんかここ気をつけんさいよってチンコポンポンって叩いてくるみたいな。へえ、そんなかったな。はい、CM ちゃん、バイ。ピロ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 、あれなんです、ダメのギャグ。いやいや、ギャグではない。まあ元気さんギャグ、はい、ピロピロ、今年流行りますか。あ、いいね、もうオープンな家庭で。そうですね、なんかその質問があって、一家全員ハゲ、父ちゃんハゲてます、兄ちゃんはハゲてないです、母ちゃんも普通。すげえ、俺ももうハゲ、ハゲる。ロンちゃん元気だよね、髪ハゲるんじゃないかな。でもそんだけブリーチしてても全然大丈夫じゃないですか。うん、いやもうハゲ、ハゲる一方でしょ、これは。一方、いつ来てもおかしくないの。ああ確かに。でも全然いじめ続けてるからね、うん、ブリーチね。これとかもう広告の、僕もそうですかね、新聞のチラシ の、うん、あの外人の女性の下着コーナー、それを取っといて、うん、それで抜いてたから、うん、それをね、なんか隠してたんだけど、うん、親が片付けると、なんか整理してる時に発見されて、うんうん、そう、俺のその溜めてたチラシも一緒に整理されてんの、うん、はいはい、え、抜くって髪の毛の色を抜く。いや、あ、下の方、うん、戻ったんですね。あ、戻った、あ、そう、戻ったってどういうこと。あ、原点回帰、原点回帰です、うん、戻ったって何。だって小学校だから、いきなり女性のチラシの話し始めて、材料がないから。そうですね、抜く材料がないから、うん、まあ材料ないことはないんだけど、まあ日常で手に入れるものは手に入れときたいというか、うん、外人のなんか下着のチラシね、うん、うん、それをもうね集めてたんだけどね、もうママが勝手にさ整理して、整理するじゃん、うん、そうすると、あ、
見たんだって分かるじゃん、うんうんうん、でもそれをママも言わないっていうね、うん、だから無言のそういうオープンな感じではなかった。あなんか気をつけなさいよみたいな感じではなかった。お互い無言で俺も隠すし、はい、あでもそうです。親も見つけたくせにただ整理して終わるっていう、はいあはい、無言の戦争みたいな、うん、無言の冷戦状態ですね、うん、そうでまた隠し場所変えるみたいな、うん、あまあでもそれが普通なんじゃないですか。結構なんかやっぱ僕も言われますもんね、そういう話したら、いや毎日変わっとるよみたいな。で父ちゃんも庭であの彼女と浴衣着てて一緒に花火してあの手持ち花火座ってやってて、それ終わった後によし片付けして戻るかって言って彼女に先部屋入っとけなって言って母ちゃんと入っとってもらって、で父ちゃんと二人で片付けよったんですよ。だったら父ちゃんがおいあの子パンツ目取ったで、かわいい父ちゃん染みできてました。血のパン、血のパン、ベージュの血のパンに染みできてました。カイパーは出ないです。いや、ほんとですよ、ほんとですよ。全然パンツ通り越してる。だから結構オープンなんですよ、うちの親って。兄ちゃんぐらいかな、あんまなんかそういうの言いたがらないの。普通はないよ、うん、普通はないね。あのエロ本とかも勝手に整理されてて、あ、はいはい、整理するぐらいなら普通本当に気を使うんだったら整理しないんだけどね。まあまあ、うん、だからそういう人に気を使わせるのって気を使ったことにならない、うん、すげえ腹立つ。どうなんそのアミちゃんとしてはまだお母さんではないけど、はい、その子供がさ部屋掃除しよったら本置いてあったみたいな。もう見たって言うよ。親だったら？いや内容によりますよ。性癖によりますけどね。ちょっとあんたに聞いたの間違いだったんだろう。性癖によるでしょ。それは。そんなのでもうちはなかった。いやだってあまりにもちょっと過激すぎるのだと言いづらいけど。内容をチェックするってこと？あそう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 。エロ本はエロ本やんだって。いや普通のヌードとかじゃなくて。まあ、アナル特集とかそう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 遺伝そういや遺伝ありえるんで、そういうのだとどうやって注意すんのよ。そんなもんアナル特集やないかいって。いやでも弟がいて弟家に帰ったら女装してたんですよ。えそうなの。うんもう一家崩壊じゃん。いやだからそれは変態一家逃げてっちゃったから。逃げてったトイレに駆け込んじゃったから。何で何やったの。いやトイレもうかなり家族だよ。いや廊下をカツ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 ってヒール履いてるんですよ。えヒール履いてもあと歩いてたんですよ。家帰ったら弟そうセーラー服でトイレに駆け込んで逃げたの。そう崩壊家族だからそれはあのちょいちょい私女装まで働いてるよとか売るんだけど全然拾ってもらえない。女装バーで働いてる。今働いてるから女装バーで。え？ゴールデン街の女装バーで。自分が？はい。もうわけわかんないです。こんなんじゃん。いや女装好きだから働いてるだけで。何言ってるかって。ちょっと今日サラちゃんサラちゃんおかしいんだよね今日ちょっと。ね、スキージャンプ失敗したんで。え女の子が女装してな何ですか。違います。私はこの格好でなってるんですけど。私以外のスタッフは全員女装バーに別に自分が働いてるってことね。ただスタッフとしてそう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 女として働いてるっていうだけですけど、うん、そういうことをアピールするけど拾ってもらえないっていう弟からは女装してるくせに。なんでわけわかんないとこばっか選んで働くの。え私のそんなわけわかんないとこばっか。なんか SM バーとか、うん、私の趣味だからしょうがないですよね。別にそこしかないとかじゃなくていやもう選びに選んで相手側から働かないって言われるところで働いてますね。じゃあもうこういう関係が問題あるってことか。問題あるって言い方問題ありですね。じゃなきゃそんな誘い来ない。いや変態バーで働いてましたけどね。まあ言うてそんな変態じゃないでしょ変態バーとかって。いや、だいぶですよ。売ります。売りますね。そんな変態、変態変態言うて、じゃあどこまで変態なのかっていう、うんね。まあまあ、そんな変態じゃないでしょうね。うん。聞かなきゃわかんない。聞かなきゃわかんない。こすりましょう。そうなんこすり。どう変態なの。一番これすごかったなっていう。ああ、性癖の持ち主。まあ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 、それでも。う
聞き耳おじさん聞き耳、旅行に行くのが趣味、はい、一人で旅行に行きます、うん、はい、普通の旅館に泊まります、うん、はい、隣の部屋にどういうカップルがいるかを聞き耳を立てて確認します、うん、熟年夫婦かな、うん、大学生同士のカップルかな、うん、新婚さんかな、うん、それとも不倫かな、それを会話で聞き耳を立てて想像します、うん、想像したところでテレビの音が聞こえます、うん、で何時頃にこのテレビが終わりますっていうのを確認しといて、その終わった頃にあ、始まるなと、うん、また聞き耳を立てます、うん、始まります、うん、そして何のどういう体でやってるのかな全部想像した上で、うん、その行くと同じタイミングで行くっていうおっさんが自分も行くってこと、そう自分で、で次の日の翌朝隣の部屋の人を、うん、隣の席で朝食が出てくるじゃないですか、うん、座るじゃないですか、うん、で答え合わせするみたいなおじさんもいましたね。その人に答え合わせできねえだろ。いや聞かない聞かない、見て、うん、見て、あ熟練の人やってたとか、あ大学生タイまでは答え合わせできないけど、そうどういう人たちだったっていう、ね、単位ね、そういうおじさんはいましたけど、うん、一緒に私もそんな温泉ってカップルだらけってこと。いやだからそれに当たる確率は低いんだけども、うん、隣にカップルが入る確率もあるんで、うん、それを狙って一人でわざわざ行くという、なんか嫌だな、旅館行くの怖くなってきたなって。でも外れもう外れの方が多いじゃんそんなもん多分、もう外れの時どうやってその温泉楽しむんだろう。いやでも観光も楽しみの一つなんで、ね、まあまあじゃあ半々ってことね、うん、いやでも大分ですよ、28ぐらいじゃないですか。28ぐらい、いやだから楽しめねえじゃん外れた時でこうやって声聞いて朝食の時答え合わせして自分の親だったって言ってもねじゃん、ね、親かいって10のうち2の温泉楽しみで外れの時楽しめないでしょ。そろそろお話ししといた方がいいんじゃないですかね。お話は、そうやね、もう一分間じゃあ、うん、電撃僕が滑ったんで、じゃあ終わりましょう。ネットワークのじゃあ告知を、はい、うん、ですね、電撃ネットワークここ3人ですね、うん、YouTube 始めました、公式の、はい、イエーイ、チャンネル登録よろしく、よーいちょっとチャンネル、はい、あこちらですね、今映ってます、うん、これ調べ方とか URL みたいなのは、あーそうですね、はい、まあ、あのこのホームページ、まあ、とかツイッターとかウィキペディアから飛べるようにはなってると思います、はい、よくペリカンさん覚えて、まあ、ペリカンよく覚えてますね、うん、ペリカンは今あのハンバーガー食べてます。今日ちょうどねあの新しい動画をアップしたばっか、うん、あそうですね、ぜひ見てください。編集とか、ね、検索はなんどうします、出るんですか検索、いやまあでもツイッターとかツイッターですね、うん、そうですね、はい、公式チャンネルから、うん、YouTube のもうこれね2日に1回、あ登録してる、ありがとうございます。今日新しい動画あげたんでぜひ、うん、またイエーイ。歌舞伎町にいる皆さんこんにちは、ゆってぃでーす。アンタッチャブル柴田でーす、よろしくお願いします。なんで僕が言うの。サントリーフレッシュ内のナイトチューブチャンネルにて毎月第4金曜日放送、ネオからスライデーす。じゃあ番組が盛り上がるための一発芸、よろしくお願いします。どんなに叩いてみたって何にも起こらない、イエーイ、見てねー。